作れなく終わっちゃうんじゃないかなっていう感覚もちょっとあったぐらいだったかな、うん、ありましたね。だからそれがいざこう動き出せた時は嬉しかったですよね。今までの楽しさとはまたちょっと違う。そんな中でそうだね、明るく前を向いたのかな、桜と新世界で。そうですね。